ありがとう。ロールカワチー、これツインテールですまさかの、ありがとうございますリクエストアワー終わりました。あとありがとう、ありがとうもありがとう。そう、結構長くてなんかめちゃくちゃそうびっくり。リクエストアワーなんか初だったんですけど、その STU で、そうなんか時間の想像とか全然つかなくって、こんなにも1時間惜しい、それな、それなすぎる。ピカピカありがとう。3時間かかってるね。そうなんですよ、びっくり。なんですけど、わ、刀剣太郎くんありがとうございます。刀剣太郎くんありがたわ。ちょっと私さ、誕生日のタワーのお礼が全然できてなくって、実はそう、ちょっとリハーサル続きで全然かけてなくてですね。そうなんですよ、ちょっとタワーちょっと落ち着いたらお礼させていただいてもよろしいでしょうか。すいません、ありがとうございます。刀剣太郎くん、ピカピカもお疲れもありがとう。そう、ありがとうございます、ありがとうわ。うん、終演予定時刻めちゃね、そう1時間押しいやでもありがとうございました。本当になんかね、今回はあの全部リクアワーは、リクアワーはリクアワーてか、リクアワーあのオリジナル衣装でやるじゃないですか。で STU のそのオリジナル衣装でさせてもらったんですけど、自分着たことない衣装あって、思い出してよかったの衣装着たことがなかったんですよ。初めて着て、そうであのオリジナルメンバーではないので、 STU48 のもう本当にできて最初の AKB さんのカップリングの曲なので、まだ自分がそういなかった時のなんですけど、そうで今日ね、そうさっきツイッターに載せたんですけどね、コッコさんの、田中コッコさんの衣装でめっちゃ嬉しくって、衣装があるの初めて知りました。あれはね MV ミュージックビデオの、思い出してよかったのミュージックビデオの衣装です。本人に伝えましたよ、もうすぐに LINE で送って。コッコさんとはたまに電話をしたりとかするんですけど、そう実は昨日も電話して、そうありがとう。思い出してよかったです、 STU の2曲目。そうか、 STU の2曲目、あのね AKB さんのカップリングに入ってる曲があって、まず最初が瀬戸内の声なの。瀬戸内の声、次が思い出してよかった。で、ベダルと車輪と来た道とがあってからの、あの、ファーストシングル暗闇なので、そうなんですよ。私がちょうど STU48 に入ってぐらいだったかな。ベダルと車輪と来た道とのミュージックビデオが公開されたのは、そんぐらいだった気がします。嘘、そんなわけないわ。え？違うわ。なんだっけ？え、でもね、なんか幕張どっかで見たんだよね、ミュージックビデオ解禁オーディション期間ぐらいかな、確か私のオーディション期間ぐらいに STU48 のミュージックビデオ、多分あれだよ、アンクレット、アンクレットのカップリングだっけ、ペダルって11月のアンクレート、ちょうどそう
真由さんが卒業するぐらいの時に入れ替わりっていう感じでもうちょうど入るぐらいだったんですけど、あ、ジャーバージャか、え、待って、ちょっと時系列がやばい。ナナさんのか、アンクルとはなんだ、思い出してよかったか。会ったことないの、まゆゆさん。うん、直接会ったこと、うん、入ってからさ、もう卒業されてたのでないですね。自分入るときちょうどサッシーさんも兼任解除するときだったから、そうなんですよ。でもね、そうオリジナルの衣装を着れて嬉しかったし、ペダルもペダルと車輪と来た道とも衣装着るの2回目だったし、そう、あと夢力も CGB41 っていうなんかクリーム玄米ブランさんとそのなんかコラボさせていただいた時に、そうそう、それのねの時の楽曲で、私はあゆみんさんの衣装を着させていただきました。ブルーベリーみたいな感じの、そうなんです。あれもう2回目来たの。ありがとう。ペダルは ST の中で唯一寒くなさそうな衣装ですね。あれめちゃくちゃ厚着なんですよ、もっこもこもうもこもこです。しかもペダルって結構なんですか、激しいっていうか結構動くんですよ、曲的に。なんでもう熱々。ブラボー、ありがとう。ブルーベリーじゃない、あ、アサイか、アサイ、そうだ、アサイだ。可愛いの衣装が全部、そう。でもなんか久しぶりに着る衣装もあった。独り言で語るぐらいなら、語るくらいならとかもう久しぶりだったし、思い出せる恋をしようもあんまり、まあ、ユニットで着てるところはあるのかもしれないんですけど、あんまり着ないしね。あとは夢をガラス瓶の中に、もうそう MV 衣装を着ました。ワンピース好きね、可愛いよね。衣装チェンジ大変、まあ、衣装チェンジは本当にそう早着替えとかが結構あって、もうドタバタでした。もうすごいなんか楽しかったです、ありがとうございました。ちょっと結構後半にたくさん出演させていただいたので、ひな壇にはもう本当に最初の方だけだったんですけどそう、ひな壇で MC を聞くのも楽しかったです。ありがとう。独り言の衣装好き、可愛いよね。私も好きですよ、綺麗系。お、すごい大空に羽ばたけ、ありがとうございます。そうで、な、何よりそう、菜の花、やがて菜の花が咲く頃がいいでした。ありがとうございます、ピカピカ、ありがとう。いや、なんかその3位から1位まではその曲は知ってたんですけど、順位は知らなくって、本当にあのトゥルルルトゥントゥルルルンドーンバーン
みたいなやつで知るから、私たちもこうやって袖でずっと見てて、ありがとう。悔しかったんじゃない？もうそんなそんな、まさか、なんか本当にランクインするってのがすごい嬉しかったので、そう、しかもそのランクインフルサイズを初めてやったんですよ。今までその1番しかやったことがなくて、フル、その何ですか、1番も2番も全部やることがなかったんですよ。やったことがなくって、なんで今回初めて振り入れをしてもらったんですよ、2番ので。そう、なんか2番のね、振り入れがありますっていう連絡が来た時に、え、リクアはもしかして3位内なのみたいな、菜の花3位内なみたいなをドラさんラインで、ええみたいな感じでめっちゃみんな興奮して、あの3人でね、めっちゃ興奮して、で、そう、セットリスト見た時に、そう、まだ順位わかんないけど3位内に入ってますってあって、めっちゃもう喜びました。すごい、ありがとうございます。ね、すごかったです、ありがとうございます。フルサイズで、投票したよ、入っててよかった、わあ、ありがとう、ありがとう、本当に。ソラハ泣いてた。ソラハね、もうね、よく泣くんですよ。ソラハめっちゃ泣くの。でさ、ずっと泣いてた。もうなんか袖でもうずっと泣いてた。絶対1位になるって言って言ってた。投票した曲入ってた。よかった。嬉しい。ありがとうございます。あと、ありがとう。泣かなかった。え？私ですか？泣いて？嫌だね。泣いてとか言われたらちょっと引っ込むわ。うん、でも嬉しかったのよ。ね、嬉しかったって、まあ、嬉しかったんだけど、先にびっくりが来たの、なんか、えって。びっくりして、え、すごいみたいな、マジみたいな。ありがとう。そう、やばい、残り 20% だったわ。やばい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 、ないまん。泣いてないから感動してないとかじゃないですよ、じゃないんですけど、びっくりしたのが大きかったのと、あとはやっぱ嬉しかった。なんかリクエストアワーはなんか私の中ですごいお祭り感が強いんですよ。わっしょいわっしょい、お祭りだ、今宵は祭りだって感じがすごいして、周年コンサートの一部なんですけど、リクアはなんか祭り感がすごくて、喜びが勝ったかも。なんか、なんていうかね、そういう感じ。全員野菜ってか、まあもうマジで
前夜祭も後夜祭でもあるわけでもなく、祭り祭りだー祭りだー、祭りです。うん、でも嬉しかった本当に。ありがとう。写真いっぱい撮りました。お、嬉しい。ちょっと明日もあるのであれだと思うんですけど、ハッシュタグカメコ STU、 ぜひぜひツイートしてください。尊い、ありがとう。嘘つきキャラ、え、違うんだよ。なんかね、もう頭がぼわっとしてやばいってやばいって思って、頭を最初指摘された時もえ何と思って気づかなくって、なんかそうもわもわしてた。だからね、明日はねエナジーをね飲むって決めたんですよ。明日は朝からエナジーをもう飲んでシャーって行くって決めた。クマありがとう。入ってると思った曲が入ってなくて、いやーね、だってさ21位とかさ絶対さ票数とかまあ分かんないんだけど、私もでもさね僅差だったかもしれないしね、もう入ってなくてもめっちゃいい曲いっぱいなんで。そうよ、ね、知りたいよね。どないだったのか。オーバーチュアないか、え、知らない。入れた人いるの？オーバーチュアに投票した人いるのかな。え、だから前本当にリクエストアワーでさ、AKB さんのやつさ、AKB グループ、え、なんかオーバーチュア入ったよね。あれってすごいんだね。なんかすごくない？オーバーチュア入ることって。あるんだね本当に。だからあれってすごい、そんなことあるのかってぐらいすごいよね。あれこそ毎回聞ける。確かに毎回ある。ありがとう中村舞です。でもなんか新鮮でした。今回私一番最初は大好きな人から出たんですよ。で大好きな人が18位だったんですけど、20位の片思いの入り口にはまず出てなくって、でオーバーチュアなったけどなんかまず出ずに見てて、だそれも新鮮だったの。オーバーチュアかかったら出るもんだからさ、なんか出なくって、そう裏でこう見てて画面をね。石田地方ガチ恋頂上決戦も面白かった。ね、もっとやりたかったですけど。そうちょっとね、ちょっとね、千穂ちゃんのことね、千穂ちゃんが好きな曲は夢力からもう私頭にインプットしました。うーん、ねえ、夢力覚えとこ。明日見送りある？いや今日も見送りがなかったんですけど、多分明日もないと思います。アフタートークがすぐに予定に入ってるからな、なさそうだ。見送り必要だよね。今日は3階席まで人がもうすっごいたくさん来てくださってて、
そう、ありがとうございます。めっちゃ綺麗でした、ペンライトとかが。本当にありがとう。そう、1回2回3回ね、亀戸籍の方もすごい、すごかったです。もうすごい記者会見みたいなぐらい、もうすごいカメラの嵐、大きいカメラ持ってる人がすごかった。なんかもうたくさんありがとう撮ってくださって。絶対手疲れるよね。明日は一部と二部がありますので、6周年コンサート、明日楽しみ。3階席から見つけやすかった。なんか3階席は結構めっちゃ高めなんですよね。高なんですごい見えそう。もう STU48 のフォーメーションの全てが結構高めの。どっちも瀬戸利違うって聞いてる。そう、どっちも瀬戸利違います。だいぶ違います。なので、ありがとう。明日はもうめっちゃ早起きして頑張ります。頑張るぞ頑張る。ありがとう。ちょっと待って、よいしょ。遅い時間にありがとうね、みんなも。本当にちょっと男女呼ぶね。福太郎さん、元町さん、マサさん、南波の久人さん、ケンジさん、東京のスワンさん、刀剣太郎くんさん、りょうちゃんさん、ボンちゃんさん、熊根パパさん、坂道ヘフ、うしょ、ごめんなさい、坂道 FC さん、きなべこさん、トールさん、ありがとうございます。お疲れ、お疲れ様。前髪パッツン前髪パッツンなの。おやすみ、おやすみ。また明日、やっぱ明日の髪型悩む、悩んで悩んで、うわー、おやすみ。またね。バイバーイ。またね。